ごきげんよう、とこぼーのです。いや待て、すでにこれやばすぎないかどうやって行けばいいんだろう。まあね、鳥のお腹の中で脱出するゲームの続きやってこう。待て、タイミングわからないな。ここか。で、次は？待って待って、次、休めない。一気に行かなくちゃいけないのか。待って。よし。待って、行くぞ。おーちょっと3日ぶりだから。ちょっと操作慣れてない部分もあるな。操作を思い出そう、まずは。ここで、ジャンプで乗り越えてから、こう、待て、どう、こういうタイミングか。で、ジャンプで、ジャンプ、おー、うわー、せっかく登ったのに。よい、よい。で、このタイミング。こうね。で、こう、いや、や、やって、いけた。早速このムズさね。ここになんか置くってわけね。なんだ、こっちはいけないか。謎だらけだな。おっと、壊れたぞ。いや、これはこれでいいのか。スイッチがある。あ、これで？さっきのあのトロッコか。これを、あのボタンの上に置くわけだね。よし、運んでこう。よいしょ。いやー、最後まで働きまくりだな。で、ここに、設置して。よし、いけたぞ。また、おー、また、鬼畜なトゲが。いや、動くのか、そこ。ちょんちょんいかんじゃん、ちょん。じゃん。よし、ここも、早く行こう。はい、よいしょ。お、瓶の中壊れてる。うんうん。ここは、またパズルみたいな動かす感じね。あれ、ここ道ないね。こういう感じじゃない。上から、行くのかな。よし、道をつなげていって、お、いけた。これでいけるかな。さあ、通ってきたね。なんだ、ここは。え、仲間がいる。おう、仲間だぜみたいな感じで喋ってきてるよ。見つけてくれてありがとうっていうことかな。よし、こっちかな。どっちだ。下から行ってみるか。なんか働かされてるね。コントロッコで？なんだ？おっとげ。行き止まりってことかな。上ルート行ってみよう。さあ。上でもまた働いてるね、トゲが。待って、トゲ。多いぞ。これまた、分かれ道。迷路だなぁ。上でも行き止まりだなぁ。なんだこれ。あ、どっから？こう、こっから結構戻された。まあでも障害物はそんなないから、大丈夫かな。結構入り組んでるね。おお、動く。待って、これも動くのか。よし。上は、あれ？行き止まりだな。下かな、じゃあ。また、分かれ道。こっち行ってみるか、まずは。うわ、ここ、でしょう。よし。なんだ？これもしかして、蝶の中かな？岩越えてよね、確か。で、エレベーターが、やってこない。おっと、乗らずに、エレベーター乗らずにこっち行っちゃったけど。まあ、行ってみるか。分かれ道だらけすぎる。
そこにあったの？あ、レバーがある、ここ。あ、よかった、こっからか。このレバーだね。よし、ここは気をつけて。これを引くと、上のレーザーが開いた。上か。お、またエレベーター。よし、もう下行こう。あれ？壁の向こうにスイッチ。下かな？よし。ここか？おっと。またなんか動いてるよ。どういう仕組みなんだ、この E。E っていうか、蝶か。さ、ここ、あれ？ボタンがないぞ。どこだ？この上かな？あった。ポチッとな！あれ？ここが開いただけか、おっと。待て、待って、こっちかな？下、行ってみよう。お、ボタンだね。開いたー。あれ？エレベーターが、来た来たー！エレベーターに潰されたー！あ、でもこっからか、よかった。これは、もういっか。よし。さ、次は、お、運んでる。ここは棘が降ってこない。下行ってみよう、まず。まあ、とりあえず下行けばいいかな。まあ、目的は、ケツから出ることだからね。とにかく下目指して、進んでいこう。ボタンだ。あれ？お、来た来た。あれ？動かないぞ。もう一回押すのか。もう一回押してすぐ乗る。よし。上に行っちゃってるけど、また下の道あるね。このボタンは？あ、また下がるのね。こっちにもエレベーター。お、今なんかあったぞ、こっち。これってもしかして、実績取れるやつじゃない？取ってくか。ゲット！これだけ？なんか、ないのか。やば！実績でここにトラップあるよってせめて言ってほしいんだけど、今の。そしたらわかるんだけどね。来たか。ま。そんな優しくはないよね、もうこのゲーム。鬼畜すぎるからね。そろそろでも抜け出すんじゃないかな。ここいい。ジャンプで、ボタンだね。ポチッ。エレベーターが送り出した。なんだ？このエレベーター、操作できそうだね。下に。さあ、下に向かって。そろそろでも出てきそうな感じするよね。下でいいかな。ここは何だろう。降ってくな、これ。よし、来たか、やっぱ。落ちていいのかな？よし。あれ、トゲだらけ。ってことは、下ルートか。ここで、ボタンがある。来た来た！そこに乗る感じね。そういうステージか。よかった、こっからか。乗っていくのね、これ。怖い怖い。アトラクションが始まったよ。これジャンプでちょ、いけなかったか。ちょっと今ビビった。今のは正直にビビったよ。待って。この手、早いんだよね。坂だとちょっと、あれ？どういう動きだこれ？待って。どういう動きだこの、乗り物。待って、冷静に行こう、ここは。ここでジャンプ。ここでジャンプ。掴んだぞ。次は？次、何？次なんだこれ。え、レーザー。上から大ジャンプってことかな。初見殺しすぎでしょ、もう。ジャンプで、ここで大ジャンプ。こういうことね。
次は何？またトゲトゲ下か。で、急いで乗る。急いで乗って来た。次何？もうやめて。落ち着いて。落ち着きたい。無事乗り越えた。上で急いでここはジャンプしながらまた乗ると。いいよ。待って、レーザーがある。ここはここに乗る。で、これまたのこっち乗って、次なんだこれ。ちょっとこう乗ってから次どこ。ちょっとうんこがしたい、リアル。ジャンプで、でここはこっちルート行って、ここだよね確か。ここなんだ、上行っての、なんだ、こっち乗る。そしてもう一回この乗り物に乗って、さあ次はレーザーがある。ここはレーザーあるからどうするんだって。レーザーある、こっちに乗るのか。まずはよし、ここまではもう余裕で行けるようになった。ここだよね、レーザーなかった時にこっちに乗る。で、もう一回乗り込んでく、ま、落ち着かせて。次は何が来る？え、なんだこれ？うー、来た！そして、また乗って！え、初見では無理だよ、いいでしょう。初見では無理でしょ、今の。全部初見では無理。ここだてよね、確か。ここで来るからジャンプ。もう一個来るか。次は上か。上行って、すぐさま乗る。ジャンプ？ジャンプ？で、行けた！乗り越えたか、ついに。もうむずすぎるけど。動いてる。蝶の中だね。もう、蝶やめて。なんだこれ。え？爆弾か。いや、待って。一応何個か出しとこう。よし。まあ、何があるかわからないからね。あれ？あ、これ出しちゃダメなやつだったか、これ。大丈夫？待って、爆弾で。破壊して、いけたね。よかったー。さあ、次は、この上に乗って、行く感じじゃない。こっちか。この、上に乗って、行けない。あ、爆弾か。よし。おー、爆弾持ってきてよかったー。で、乗って、乗るとー。よーし、ここは、おい、テンポい、壁が狭まってる、壁狭まってる、早く登ろう。し、狭い狭い。ちょっと、落ち着け。いけたー。ちょ、滑っちゃ、最後滑った、ここ。ここ、滑っちゃったー。よし、一発クリア。と言いたいところだけど、一発じゃなかったね。よし、余裕で、こうやって、ここはこう行って、こう行って、こう行って、こう行くと、ぶっ飛ぶから、もう一回落ち着いていくことにしよう。こうね。そい、多いよ。で、いけるいける。案外いけるんだね、こういうのって。よし、いけたね。次は？ここも余裕で、待って、こう行って、この虫なんだ？触っちゃダメかな？触らず行こう。で、ボタンがある。来た。待って、こっちも気になるね。ここ壁があって、上ルートも行けるのか。上から行ってみようかな。あれ？矢印。でも行けないね。え、なんだ？ここ。なんか、燃料みたいなのあるね、これ。こういうことか。
これを落とせばいいわけだね。え、無理じゃないか？真ん中に。こっちか。これで。え、そっち行っちゃうよね。え、どうなってんだ？無理なんだけど。あ、落ちてる途中で変えるのかな、向き。こっか。おお、そういうことね。あとは、適当にやってるだけで、いけると、思う。よーし、落ちてきたー。転がして、ここに入れてと、お、来たね、階段。登ってこう。よーし、さ、またパズル来た。どういう仕組みだ、これ。あれ、ここに箱を置くのか。ここに箱を置くとそっちが開くから、箱、どうなってんだ？開いた。これを、こっちに持ってくと、これやってると、IQ 高くなりそうだね、なんか。これで、あ、こっちに箱を持っていけば、いけたー。これであと箱を押す感じに設置すれば。よし。箱の上からジャンプね。よし、来たー。いや、もうパズルむずい。パズルもむずくなってる。で、開いた。こっから土管からこういって、おお、流れてく。また土管から落ちて、これで、上のロックが解除されたってことね。今度は下か。下ルート行けばいいのかな、ここ。おっと。これは、そういう仕組みか。レーザーを反射させて、こっちの光っていうか、なんだ？スイッチに押す。お、今、なんだ？今なんかすごいことになったけど。ここか！すごい光の屈折だな。ここも光パズル。これはとりあえず、上、あ、これ、死ぬのか。死ぬレーザーか。下行って、で、上ルート行ってから、あのレバーを引く。そうするとどうなる？これが降りてきたね。ここにまたレーザーを当てるってことね。うまく、設置して。お！来たー、開いたー。おー、ちょっとだけ天才になりそう。3日後には普通に戻ってそうだけど。よし、来たー。これで完全に揃ったね。あ、またここやんなくちゃいけないってことか。で、こっち行けるようになったー。来たー。で、おう。連絡来たね、なんか。そこで、おー、新しいステージかな。いや、なんか来たんだけど、ちょっと、今日はこの辺で終わりたいと思います。お、ここまで来たか。お尻の目の前まで来たか、ついに。この長い蝶は今回超えたんだね。さっき敵がいたのがこのステージってことか。次回多分最終回だね。次回も頑張ります。では、面白かったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしく。それじゃ、バイバイバイ。